この作風で長く活動をし続けているので、まあ、その日々の積み重ねがようやく一つ形になって実ったなと嬉しい気持ちでおります。今回のこの美の起源展に関しては、書き終わってたものを出す、ここに向けて書くぞというわけではなくて、まあ、そういう意味では肩肘張らずに出せたっていうタイミングが良かったかなと思っています。セルフィンプレコという熱帯魚に乗せられているペットたちの作品です。乗っている動物はネットでモデルを募集しまして、全員実在のペットたちになっています。まあ、自分の意思で乗っているというよりは乗せられている、ちょっとそういうペットのなされるがままみたいな姿のちょっと哀れみだったり可愛さだったりっていう部分が魅力だと思っているので、そういうところを表現できていたらいいなと思います。はい、大学を出た後にしばらく教員として、正規の教員として働いていたんですが、まあしばらく続けていくにあたって、まあ本気でやるならどちらかにしないとダメだなと思ったことがきっかけですかね。強く意識したきっかけではあります。まあ辞めたら楽になると思うんですけど、まあ、それと同時に何か物事に向き合ったり考えたり悩んだり誰かのことを思ったりっていうことも同時にやめてしまうんじゃないかなと思ったので、やめるという選択肢はなかったのかなと。あとは教員としても創作活動を続ける人間でありたかったので、作品を残すことだったりそれで身を立てることっていうのを、まあ、示せる人間になっていきたいなと思っています。ペットをモデルにした注文制作を5年ほど前からやっていて、今ようやく60作を超えたんですが、とりあえずの目標は100作ですね。最終的にはもっともっとたくさんのペットたちを作品に残したいなと、生きた証みたいなものが長く愛される作品として残ってくれたらいいなと。小さい絵を描くことが多いんですけど、まあ、大きい作品にも挑戦していきたいなと思っております。